お疲れ様です。お疲れです。今日で多分正規入団の6回っていう数字に多分達すると思うんですけど、量産的にどうですか、正規は入団。あ、入団は全然いいと思うよ。プロ契約を今度するかどうかですよね、正規に関しては、うん。今までのセレクション生ってプロ契約一人もいないですよね、実は。正規はプロ契約の可能性が、まあ、質的にはあるのかどうか、量産の判断、まあ、ここはあれですけど。あのね、まだまだ教えたいところはあるのよ、守備のところのセオリーの部分とか、はい、ただ教えられない部分結構持ってるから、はい、あそこでそっち出してほしかったとか、あそこは裏ケアしてほしかったとか、なんかこう瞬間的な判断で、まあ、正直このレベルだともう俺も求めすぎれないじゃん、はいはいはい、まあそうやっちゃうよなみたいな。そうそう、なんだけど、おそれやってくれたかみたいなっていう選手って結構限られてて、その素養があるからいいなと思ってる、うん。じゃあ結構、じゃあプロ契約のそもそもやっぱ質はあるっていう可能性があるんですよ。全然あるね。あとはコミットメントと、まあ昨日っていうか今週の試合がさ、デビュー戦で一番ハードモードだったじゃん、うん。相手 J リーガーとかさ、オーストラリア行く人とか。そうですね、エスクルーさんのマッチアップしましたもんね。だからちょっと一番厳しい状況で見た感じだからあれだけど、うん、うん、全然こう後ろからボールつなぎながら守備の時に無理聞くっていう選手にうちの中でなる可能性高いからですね。そうだから参加頻度次第かな、プロ契約っていうことになるんですかね、うん。どうですか、でも量産的にその正規の、うん、その人となりっていうか、うん、なんかセレクションの時のコメントだとやべえやつじゃねえかみたいなのが多かったですけど、あのね、確かにその分かりやすい、はい分かりましたみたいな態度はないんだけど、行動を見るじゃん、はい、あ、俺が例えばレオザ学園内でやってる選手とサポーターの人と一緒に俺の解説で試合見るオンライン観戦会とか、うん、任意なのね、見るかどうか、見た人はチェックつけてくださいとか、はい、あと週休学って俺がミーティング兼授業みたいにしてて本にもなってるやつだけど、はい、ああいうのちゃんとチェックつけてたりとか。あ、そうなん、実はじゃあちゃんとしてるんですね。そうだから分かりやすいハイみたいなのないけどちゃんとしてたり、あと分かりやすいハイみたいな視聴者の人に映ってるけど実はコミットメント薄い行動とか、あれこれで、何より俺の場合は俺のために戦ってくれるから可愛さあるよ、当然選手、はいはいはい、実はこれ選手同士なんだよ問題は。ですね、これサッカーやった人はより一層分かるんだけど、こいつ頑張ってねえじゃんとか、はい、そういう空気が出てる選手とやると、うん、チームって熱なくなってくるのよ。あ、なるほど。そうで、だから、まあ、俺にはいい顔してもチームの選手たちにもいい顔というか、別にそれはこびろって意味じゃなくて、ちゃんと仲間になって一緒に目標を迎えるかみたいな、はいはい、でそれが正直今のシュアーボでも見えてる選手と、まあ、正直そうじゃない選手がいて、これ結構分かれてますよね、確かに、うん。ミーティングのチェックみんな全員見れるんですよね、ビルドも書いてるのとか見れるんですよね、みんな。そうそうそう、だからそういう俺会話よりも行動で会話してるから、はいはいはい。で俺は正規がまだ断定はできないけど結構行動で会話してくれるんじゃないかっていうのがちょくちょく見え隠れしたりしてるから。確かに。で、あ、ケンタもそうじゃん、あいつ喋んないけどさ一番最初に感染会のチェックつけてたりとかあるからさ。そうですね、でビルドの振り返りも早いですからね。そうそうそう、だから俺そういうところで見てて、それで言うと、うん、まあ入るって決めたらこうギア上げるような魂は持っててくれてるかもなみたいので期待してる部分だよね。そうですね、だからちょうどすぐにコミットどんぐらいできるかっていう、試合どんぐらい来れるかって分かんないんだったらむしろ入団してもらってそれ見る期間にもできるからいいかなと。まあ、そうですね、ちょっとそこの話をちょっと詰めていきますか、でしょうきと、うん。お疲れ様です。お疲れ様です。もう気づいたら今日で6回目でしょ。はい、練習と幸せです。どうだった、入ってみて。いや、楽しいです。本当本当に、はい、いや結構喋ってくれるんで、うん、僕なんかガンガン行くっていうタイプでもないんで。あ、そうだったんだ。まあ時と場合によりますけど、試合だとなんかさ、はいはい、すごいなんか闘志出してさ、はい、セレクション組勝たせるつもりだったのにみたいな感じだったよね、はい、そうですね、もう試合になるとやっぱスイッチ入って。ああ、そこは別なんだ。そうです、はい、いや俺らとしてはこのまあ正規よく、練習とか、まあ、試合とかで見させてもらって行動とかも含めて、でこの間試合、まあ、相手さ、ね、プロの人もいて結構大変な中での試合だったじゃん、はい、ですごいよくやっててくれたからまず入団してほしいの、はい、俺らとしては。でその上で、まあ、笠原君と相談したんだけど、まあ、プロ契約をセレクション組で、まあ、唯一になるんだけど、はい、正規にはこう、まあね、そんなお見えきって言えることじゃないけど用意させてもらおうと思いました、はい、ありがとうございます。でも全然すごいいっぱいお金を出せるわけじゃなくて、はい、ペナルティ制度分かる、はい、あれを貯めたらなしになる。だからプロ契約の選手にはどうしても、まあ、プロ契約したってことは
もうほぼスタメンだと思うね、はい、怪我とかあれがない限り、まあ、それぐらいだから俺はプロ契約するか、はい、ってなると、そういう選手を特別扱いしてて、そういう選手がまあ規律が緩むような行動をしてると、 あいつは特別ですかって言って全部が崩壊しちゃうから、それをやってくれるっていうところで、まあ、しっかりあのペナルティをためないような、みんなを引っ張るような行動をしてくれて、まあ、今見せているようなプレーと、あとは成長しようってするよく見せてくれれば、まあ、お金を払いたいなと思ったんだけど、はい、初期的にはどうか。いや、素直に嬉しいです。本当プロ契約、はい、じゃあ入団してくれるわ。そうですね、お願いします。お願いします。お願いします。シュワボ東京に入団することになりました山中翔輝です。ポジションはディフェンダーです。意気込みとしては、まずはチームを勝たせれるような一員になることと、このチームで主力を張れるような選手になって、チームを引っ張っていけるような選手になればなと思っています。はい、まずは、嬉しいです。まあ、その分プレッシャーとか、まあ、そのやらなきゃいけないこと、まあ、情熱とか出していかなきゃいけないかなっていうふうには思うんで、まあ、サッカーに対する情熱とこのチームに対する情熱ともに、向上していければいいかなというふうに思ってます。聞きたいことあるんですけど、うん、その頑張ったら正規の報酬って増えることってあるんですか。もちろん、あ、もちろんそうですよね。 それこそ例えば一緒にプレーしてて分かると思うけど、マサとかオバってさ結構圧倒的じゃん、あの失わなさ、ボールの失わなさだったりチャンスを作れるところとか、だからそれをまあ試合ごとにもっとあの見せてくれると、当然まあうちだとね露出の機会多いからうちに来ないっていう話とかもあるだろうし、はい、ってなると、まあ、引き止めれないぐらいの額が来た場合は賞金おめでとうだし、はい、そうそうそう、引き止めなきゃいけない、引き止めれる額で俺らが出せるんだったらそれは出さなきゃいけなくて、まあ、そこはどのクラブもやってることだから、はい、ただその一歩目としてやっぱりあの払うべき選手には、まあ、しっかり払おうと思ってやったセレクションだから、はい、まあ、賞金がその一人目だと思って、はい、まあ、今後チーム引っ張ってください。はい、頑張ります。よろしく、はい、お願いします。正規はでもあれだね、だからレオさんにちょっと意気込みというか、なんかこういう選手になりますね、なんかちょっと言ってほしいよ。なんか一個、まあこの間試合して、うん、でオバとマサと一緒にやったんですけど、うん、やっぱすごいなって自分でも思って、特にマサなんかも本当に失わないっていうところ、うん、あとぐんぐん前進めるところ、うん、っていう風なところは自分で一緒にプレーしててもすごいなって思って、うん、まあ、やっぱ自分もそのレベルに行かないと、うん、プロ契約っていう名乗れないと思うんで、だからその部分をまずは目指して自分もレベルアップできればなっていうふうに思います。嬉しい意気込みですね。そう、知性と情熱とあとはひらめき、でそのひらめきが正規には見えてるから、そう、あとはもう本気でサッカーやってくれたらここの部分っていうのは伸びてくから、はい、まあ、俺がチーム全体支持するときに基本今だとレインに言って他の人に言わせるとか、はい、そういうのあるけど、それが正規、あそここうなってるからこうしろっていうふうに、そう、最初に指示するのが、うん、賞金になってほしいっていう感じが、はい、わかりました。任せてください。違う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 、あー頑張れ、あー立ってない、20対5、20対5、やった、結構で抜かれてない。やばい、オッケーオッケー、何これ、決めたい、逃げるよ、はい、やばい、ゼロゼロゼロ、はい、もう俺、はい、はい、もう行きます、呼べー、あー、くそ、ライボ、いや、忙しい、忙しい、よかったですね、でもレオさんなんか入ってくれて、ね、ね、うんうん、どんどん性格も明るくなって、そうっすね、うん、最初来た時はあんなにねもう怒ってたのに、まだ人間を信じられなかったんだろうな、正気は。まあそうっすね、うん、だからまあ分かんないですね、だからね、うん、1回だけじゃ。でもこれは言えることだけど、プレー真面目だったから、まあそうっすね、逆あんのよ、あのいい顔してるけどプレー不真面目だとジョジョンボロ出すみたいな、うん、それがないんでね、いいっすね。その補強ポイントだったそのディフェンスの選手取れてるっていう、あ、そうだね、センターバックできる選手取れてるって大きいっすね。そうそうそう、そこはね、どうしても、あ、今日あの子いない、この子いないっていうのがあったから、そこはすごい大きいね。まあ右センバー、右サイドバックがメインかな、はい、と考えてる。楽しみですね。楽しみ。どうですか、でもやっぱり練習見ててもやっぱ止めてくれるの質はやっぱり ちょっといいですか、やっぱり。あと、ね、顔上げれるのがいいよね。ああ、確かに、うん、そう、だからやっぱりこの間の試合もそうなんだけど、顔上げてるからウイングが裏走ってんの気づいて出せたじゃん。はいはいはい。初参加でね、あのオバエのあのパスとかってできないと思うんだよな。で、あとあのあれ、手幅最大限の高さを首振りながらさ、
立ち位置調整したでしょ、はいはいはい、あれ結構さ、うちずっとサイドバックやらせてる選手でもボールばっか見ちゃって相手サイドハーフ寄せてるの気づかないとかずっと、あーよくありますね、ディフェンスライン位置低くないってコメントもよくありますし、そうそうそう、うん、だそこは首振りながらやんなきゃいけなくて、まあ、回収とかどんどん上手くなってるけど、でもそれできる選手は大体センバに使うからサイバーに使えないし、うん、だサイドバックに使える選手がそれできると結構そのみんながまあ、見たいようなパスいっぱいつながるサッカーにはなりやすいですね、うん、ちょっと必要な補強するんですけど、はい、じゃあここから普通に、まあ、あの攻撃のトレーニングするからこっち来て、あ、ペナームだから3枚作ってどっちか上がって中盤入って、はい、いいよ、まあ、その辺自分たちでコミュニケーション取って結構何でもいいから、あのみんながボール呼んでしっかり点を取ろうとしてるかどうかを見るだけ、本当それだけだから、はい、行こう、はい、こっち合わせ、オッケー、ゴール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 ゴもう行くとこ限定しよう、うん、キーパーとかまで行っちゃうと多分もう全部遅れて行くことになるから、はい、残り30秒だよ、サイド、はい、サイドに出た時に一番いいと思う、そうタイミングちょっと遅い、早いね、ちょっと遅い、まあ、あとあいつだし、ね、前、うん、バカあいつだから全然それ打つはもう結構俺空いてるから最後の裏でしょ、俺がそうだと思う、全然いける、Thank you.
お疲れです。まず最初に、正規が、プロ契約で、加入することになりました。まあ、普通に入団でも全然、入ってくれたかもしれないけど、まあ、質と、あと、こっからの、してくれる貢献とか、最初の試合っていうバイアスというか、差し引き見ながらも、サイドバックの最大限の高さの取り方とか、まあ、そういうところで伸びしろ感じたから、うん。だからみんな、しっかり、正規のことサポートしながら。で、正規は、厳しい目、正規どこ？そう。正規はそういうところで、オバとか、マサとか、まあ、選手ってだけじゃないけど、レンとか、そういう選手と同じように今後見られるから、より一層気を引き締めてやってってね。うん。OK。で、あともう一つは、プロ契約する選手まだ全然考えてて、でもその一つの、基準としては、やっぱり、言うだけのことをやる、やってきただけのことを言うっていう、この二つをやってほしい。だから今日例えば、どういうボールを出してほしいのかっていうので、年の場合は自分は走りながら後ろ使えとかいうのを、まあ言ってたりとか、そう。ああいうプレーを俺は求めてんだよ。知性と情熱と、ひらめきが必要で、このひらめきっていうところは、どうボールが動いたらどこ振りになってどうシュート打てるかってところじゃん。で、このひらめきつけてこいってすごい難しいと思うんだけど、ひらめきって何で出るかっていうと、知性と情熱で出るか。つまり原則本気で知っとくと、あ、こいつここで動くから今度このスペースできるなっていう計算ができるから。そう。すごい映画の作品とか料理とかも、いろんな料、飯食ったりとか、いろんな映画見たりして、そのアーカイブから発想って出てるからね。ってなると、みんなもそれをやってくれと。だから今日のボールの呼び方、量はどんどん増えてきてすごいいいけど、やっぱり声出して、スペースでくれ、足元でくれ、俺から誰々だって言ってる人はまた少ないから。これできるようになると今の同じ戦術ならすごい魅力的になるし、魅力的にしてくれる選手、勝たしてくれる選手っていうのを次のプロ契約にするから、みんな頑張ってほしい。じゃあお疲れ様でした。いきます、せーの。お疲れ様でした。お疲れです。お疲れ様です。2人ともちょっと怪我でセレクション組でね、最近試合出れてないけど、はい、そうプロ契約に正規がなったっていうことで、そう正規がさプロ契約になったって聞いてどう思った？でも率直に悔しいっすよね。うん。自分がなってないのでめちゃくちゃ悔しいっすね。いやもう全く同じで悔しい気持ちで、悔しい以外特に今出ることないですね。うん。まあ、守備に関してはすごい、そのセレクション戦の中では長けてた部分があって、すごい目立ってたなって思いました。そうですね。うん、まあ、アジリティの部分だったりとか、まあ、声かけの部分だったり、すごく秀でてるなっていうのは、僕としても感じてました。まあ、そうですね。一緒に受けた勝機がプロ契約ってことで、まあ、絶対に、まあ、俺もなりたいなっていう気持ちはあるので、負けられないなって気持ちと、あとはその気持ちだけじゃなかなかうまくいかないので、まあ、試合に出る上で、まあ、原則をしっかり理解してしっかり声出せるようにしたいですね。多分正規もまだ入りたてでなかなか強く声を出すっていうのはまだできてないんで、まあ、今のうちちょっと原則ちゃんと理解して外から見えるので入った時にちゃんと声出せるようにやっていきたいですね。試合を勝たせれる選手になったらおのずと自分に結果がついてくるのかなって。そうね、確かにそこは、はい、なんでまず自分のことも見ながら原則も覚えて、で試合に出れるようになって、そこで試合に必要な選手になったらもう勝手にプロ契約がついてくるかなって思うんで、そこに向けて努力します。いや俺もマジで2人期待してるからさ、そう復帰したらバチバチ活躍してよ。はい、はい、任せてください。よろしくお願いします。楽しみにしておいてください。正規がプロ契約になるって聞いてどう思った？率直に。そうですね、納得と、納得5割、悔しさ5割っていう感じです。いや、セレクションの時はインタビューの時も目の前にいたんですけど、なんかすごい性格悪いのかなって見てて思ったんですけど、で僕がセレクションの後2週間ぐらい練習来れなくて、で多分あの人入らないんだろうなって思ってたんですけど、まあ、今回プロ契約ということで、まあ、その後話してすごいフランクな性格だし、すごい気持ちも熱いものを持ってる選手だったので、まあ、かなり印象変わりまして、まあ、プロ契約には値する選手だなと思ってたので、まあ、順当かなと思ってます。まあ、すごく分かりやすく課題をもらっていて、圧と質というところで自覚があってですね、まあ、いいポジション取ってももらえない時と、もらった時に質が伴わないっていう、本当単純なところなんで、
まあ、質っていうのはなかなか1日2日でつくものじゃないですけど、あの圧っていうのはすぐにでも変えられるところなんで、あの取り組んでいきたいと思ってます。そうですね、あの YouTube のコメントでもちらほらフォワード補強必要だねと、あるいはカワー上げたいねというコメントをいただいていて、まあ、自分でプレー見返してもあのそう言われざるを得ないプレーしてるんで、もうそこはあのしっかり自分に矢印向けて、まあ、フォワードはトールでいいよねっていうコメント欄であふれ返させるように、あのシーズン開幕まで頑張りたいと思います。あの、まあ、レオさんもさっき言ってたんですけど、あの最初からサイドバックって結構このチーム難しい役割多いと思ってるんですけど、でもいきなりなんだろうな、最大限の高さとかなんかできてて、あと声も普通に出してくれて、あとシンプルに競り合いとかも強いし、足元の技術あって、なんだろうな、自分が要求してるときにライン感つけてくれるとかもあったんで、なんだろうな、全然いろんないっていうか、全然はい、すごいなって思います。シンプルに質っていうのはまず足りてないなっていうのは思って、まあ、それは一つのコントロールだったりキックの質とかだったりっていうのは、まあ、試合見てもらえば分かるんですけど、まだ自分には全然足りてないところ多いなっていうのと、あとはまあ声の質と圧ってところで、ただ声を出すってだけじゃなくて、なんだろう、声の一つ一つの、まあ、レン君とかそうだと思うんですけど、なんだろうな、細かい指示、的確な指示出すとか、あと圧を出して味方にちゃんと届くように出すとか、やっぱそういうところもまだ意識はしてるんですけど、まだそこは全然足りないと思うんで、今言ったその質のところと声の出し方ってところはもっと伸ばしていければ近づいていけるんじゃないかなと思ってます。コメント欄でもさ、なんでシュワボボランチパス入れねえんだみたいなさ、ありました、ね、多いじゃんか、はい、そう、そのためにやっぱあれだよね、だからもっとマナとかパス受けるようにならないとやっぱりね、はい、必要な、今だとボランチ経由しないでサッカーできちゃってるから、はい、いらないんじゃないみたいな、いやそうです ね、そこをもっと相手が強くなってくると余計そのなんだろうな、オバ君とか村さんとかウィングだけの力じゃ無理っていう試合は絶対相手が強くなるとあるんで、そこで僕とかボランチのやつらがもっと圧出して要求して、自分たちが一回受けて相手を寄せてからサイド使うっていうのと、一発でサイド行くっていうのは相手の絞りとかがあって全然状況はまた変わってくると思うんで、それが本当に自分たちのなんだろうな、これからの成長が本当にチームの成長に直接つながると思ってるんで、やっていきたいなと思ってます。まあもちろん間にプロ契約目指すよね、マナとか。いやそれはもう目指したので、正直まあ翔輝くんがプロ契約って聞いた時はめちゃくちゃ悔しかったですし、自分もまだ全然目指してるところなんで、それはこれからも頑張っていきたいです。あ、でも本当普通にコミュニケーションとかもよく取れるし、あとは何よりやっぱフィジカルとか技術のもう質がもうズバ抜けて高い、裏ケアもしっかりできるし、対人守備も強いし、キック精度も高いしっていう、本当自分が見習うようなとこばかりの選手なんで、すごいなんか本当素晴らしい選手だなと思います。正気の人間性はなんか、まあ、あのセレクションのインタビューあったじゃないですか、だからなんかちょっと不愛想なやつみたいな、だから僕正直最初、まあ多分視聴者の方と同じように正直なんかちょっと印象悪くて、本当チームコミットメントできるのかなみたいな思ってたんですけど、でも普通にチームメートでよく喋るし、なんかすごい礼儀も正しいし、で原則の何よりなんか覚えようとするその姿勢とか、あ、ちゃんとコミットメントあのしようとしてるんだなっていう姿勢が見れるんで、なんかすごい楽しみな選手だなと思います。まあ、でも正規はねプロ契約になることで、あ、質こんぐらい大事なんだとかで、質が逆に足んないところはじゃあどうやって補填するのかっていうのを各々考える機会になると思うんで、まあ、すごいなんか他の選手がプロ契約目指す上でいい基準作れてるのかなと思います。そうね、なんかいい考えるきっかけになったかもしれないね今回ね。そうですね、なんであの今後の、まあ、自分含め選手たちが奮起してくれることに期待です。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうですかね、なんか選手たちあのプロ契約受け入れてくれるんですかね、なんか。ああ、で受け入れも何もね、こういうもんだからね。まあ、そうですよね。何も気にしてないというか、うん、もう次のプロ契約選手になってくれって本気で思ってるよ。どうですか、今後そのプロ契約増やしたいというか、なんかこの選手になるんじゃないかみたいなビジョンってレオさんだからあったりします、なんか。うん、今いる選手の中だとカワーとかかな。ですね、やっぱり。うん。うん、って思ってるね、現状は。うん、カワー。そう、あとマナトがもっと変わってくれたらって感じかな。そうですね、結構でも変わんないとあれですよね、ボランチにパス今全く入ってない現状を考えるとやっぱり、うん、そうだね。まあまあ今日とかでも、まあ、いいところはめっちゃ見てるからな、本当は。だから、まあ、来季開幕でスタメンかどうかっていうのが鍋入ってきて前入ってきてで、ちょっと競争激しいですね。そうでもカワンに関してはその他がいないから、ライバルいないですもんね。確かに、そうあのフィジカルあって弾き返してくれる選手、後ろでも前でも使いたいから。そうですね、そうだ、あのマナトはボランチの中で圧倒的になったらって感じかな。はい、
カーはそのディフェンスラインに置いたら守備力はもうその空中戦のところ圧倒的だし、確かにそうですね、そう前に置くとしても川がいるから目線揃うからプロス、うんうん、だそういうところで今プロ契約はまあ川がちょっと抜けてるかなですね、確かに、うん、今後そのシュワボで、まあ、必要となってくるポジションとかプロ契約したいなみたいなポジションってなんか探してるポジションとかあったりするんですか？フォワードです。やっぱそうですか、はい、あのチャンスたくさん作って1点が遠いって試合をなくしたいから、うん、そう、それはねもう今いる選手たちへの、まあ、指導とかもしっかりしてるから、まあ、その上でねその今いる選手たちがそうなってくれたら嬉しいけど、そうですね、うん、ただね、うん、まあ、ペップもハーランド取ってくるしテンハグもねホイルンド取ってくるしって感じで、 そこをね自家生産で作れないときはプロクラブは外から取ってきますからね。トールは負けないっていうかプロ契約になりたいっていうのはめちゃくちゃ言ってましたね、さっき、うん、だってなんだろうな、人間として僕がシュワーボの監督じゃなかったら誰を好きかって言ったら僕はトールですよ、うんうん、トールと回収ですよそうですね急に出てきた誰と旅行行く2人選んでって言ったらトールと回収を僕は連れていくんですけど、ただそれは全然なんていうの、選手としての査定には全く関係なくて、なるほど、そうそう、そこがまあ僕は自分の誇れるところですよね、うん、そう愛と評価を分けれるところだから、はい、そうトールの中には僕の中の成分をトールとレンの中にはかなり感じるからね、うん、あ俺っぽいなみたいな、うん、だけどだからってね、いやあいつ勝たしてないじゃんなんでプロ契約なのっていうふうに、ん、なっちゃダメだから、まあトールは変わってくれると思って、うん、今も変わってくれるというかもっと進化できるって感じじゃない、悪い選手じゃないから、ただそうですね、うん、そうでも点は取んなきゃいけないからね。お疲れ様です。お疲れ様です。どう、練習全部終わってみんなにもプロ契約になったっていうのを言われて、はい、今の気持ちとしては。そうですね、みんなの前で言われたんでもう逃れられないなっていうのが一番強いですね。見せて自分のプレーであったり気持ちで見せていくしかないのかなっていうふうに思います。今までやっぱりこうやってずっとシュワボでやってきて、この4部から3部に上げたっていう選手もいる中でプロ契約先にもらってるっていう感じなので、やっぱチームのためには絶対に戦わなきゃいけないかなっていうふうには思ってます。やっぱり、まあ、正規のことをなんかよく思ってない人いると思うのよ、動画の中で、はいはいはい、視聴者的には。そうですね、そう、はい、ちょっと自分こんな人なんですよ一応なんか言ってるそうですね、まあマジで試合中になったら言うこと言うし態度に当たるんで安いんでまあ出ちゃうかもしれないですけど、まあその時は、まあ、いろんなコメントくれていいんで、まあ、それが、まあ、自分の改善点にもなるかもしれないし人間として成長できる部分かなというふうには思うんで、まあ、僕はこれは変えずにやっていきます。応援よろしくお願いします、はいはい、頑張ります頑張ります